こんにちは、清水和夫です。2017年度スターチオエンジン、ダイナミックセーフティーテストが、これから始まります。例によって福島県のいわき市にあります、あけぼのブレーキのテストコースで、今回この10台、5つのバトルで行いたいと思うんですけども、どんな車を今回集めたかというとですね、時代は EV プラグインハイブリッドの時代なんですけど、意図したかどうかは別にして、最新のモデルを集めてきたら、なんと10台の車にハイブリッドは一台もいませんということで、今回はなんか大エンジン車試乗会になりそうですね。もちろんディーゼルは含まれていますけども、ダウンサイジングしたターボエンジンとか、自然吸気のエンジンとか、さまざまなパートナーを持ってますけども、意外な組み合わせの車もあって、一番奥にあるキャデラックの CT6 と、これ全長5メートル超えてるんですけど、まさにフルサイズの車のキャデラックとマセラティクワトロポルテとか、あとボルボがですね、ついに完全にジャーマン3のプレミアムブランドに戦いを挑むような、90シリーズの今回ステーションワゴンを持ってきたんですね。でこれは E クラスのステーションワゴンとの戦いになるんですけども、ワゴンということで本当に細かいところまでの使い勝手もよくできてると思いますので、その辺も動的性能だけでなくてチェックしていきたいと思います。私の真後ろにある車がインプレッサと、トヨタの CHR ですけども、この2台は、昨年新しいプラットフォームとして登場してますから、そのダイナミックな走りも大いに期待できると思います。ということで、エンジンの、10台を集めてきたダイナミックセーフティーテスト2017年度、これから始めていきたいと思います。ディーゼルでトルコ18。そうですね、はい、クロスオーバーなんで、これはもうミニの中でも C セグメントで大きい方ですね。この辺なんかヘッドアップディスプレイがあって、かなり高級車になってきてます。ハンドル多めちょっと待ってください。はい、行きます。はい、これディーゼル排気量は？2リッターです。2リッター。はい。2リッターのパワーが少ないバージョンですね。これ 1.5 万だよね、ミニは今ね。B セグメントには3気筒 1.5 を使うんですけど、C セグメントだとクーパー D、低い方のパワーのやつでも2リッター4気筒。そうか、ミニは今、B セグと C セグ2つあるんだね、そうです、ちょっと複雑なんです。で同じプラットフォームでね、いやプラットフォームはこっちは大きいです。だから BMW の FF 系と一緒か。はい、はい、なんだろう、発信は、結構元気ですね。
はい、ミニの、クロスオーバー SUV ですね、ミニの中ではちょっとでかいサイズなんで C セグメントと言われてますけども、まあ、SUV っぽく、車も大きいし線も高いんですけど、加速はディーゼルで2リッターで出力の低い方なんですけど、発進の時にやっぱりトルク大きいからフロントがホイールスピンしてトラクションコントロールが働くんですけどね、フロントがホイールスピンするとなんかサスペンションのダウンみたいな音がタタタってこうするので、ちょっとジャダっぽいところ、まあ、そこはプレミアムっぽい車としたらもうちょっと抑えた方がいいんじゃないかなっていう気はしますね。だからちょっと街中でも急発進しちゃうとすぐにトラコンが働いちゃうぐらいの感じなので、まあ、タイヤかさすかトラクション性能をもうちょっと上げたり、だから雨の日は結構辛いかもわかんないですね。で走り出したらまあディーゼルなんでちょっとディーゼルの振動音を感じながらの加速ですけど、やっぱりトルクは大きいからトルコン AT との相性も良くて、まあスピードの乗りも悪くないです。乗りやすい安心感ありますね。癖がない、はい、フォルクスワーゲン買えば安心だっていう感じがありますよ、ね、でもなんかこの細かい振動ね、はい、うん、ありますね。なんだろうこれ、タイヤが大きいからかな。18インチ、 FF ですね。はい、まだ日本には FF しか入ってきてないんです、ね、はい、じゃあ発進いきます。はい、お願いします。せーの。やっぱりちょっと発進買ったりとかあるな、はい、急発進は DSG ですからね、うん、走り出したらツインクラッチャー得意だけどね。はい、100、おお、エンジンは 1.4? 1.4 です。やっぱり CHR もこのぐらいのパフォーマンス欲しいよな、はい、うん、そうですよね。ターボだからやればできるんですよね、きっと、うん、CHR185 ニュートンメーターで、こっち250ニュートンメーターですね。 200cc ではこの差はないよね、はい、はい、クロスオーバー SUV で、まあ、コンパクト系の SUV と言われるジャンルなんですけど、まあ、C セグメントなんで、まあ、コンパクトっていうのもちょっと抵抗あるかもわからないですけど、まあ、フォルクスワーゲンゴルフの MQB のプラットフォームで作られたティグワン、今日乗ってるのはちょっとハイラインという高い方のモデルですけど、まあ、ベースで言うとちょうどミニと同じ300万円台後半ぐらいの価格帯なんですけど、まあ、こっちガソリンエンジンなのでやっぱり印象はミニよりも静かで、
エンジンが滑らかだなという感じがしますね。で発進もあのディーゼルほどの最大トルクはないから意外と FF でもスッとこう立ち上がっていくんですけど、ミニはトルコンバーター型 AT だとしたけど、こちらはツインクラッチの DSG なので、やっぱりクラッチを守るためなのか、発進の時にちょっとこう持ったつき感みたいなものがあって、まあ、それが街中のデイリーユースの時にどういう感じなのかなっていうのはちょっと気にはなりますね。でアメリカなんかはもう DSG が嫌だってことでトルコン AT にパサートなんか戻したりしてるので、まあ、このトランスミッションのその、ツインクラッチの問題は、まあ、特に低速 の、 あの発進停止を繰り返すようなところで、ちょっと使いにくいところがあるかもしれません。加速はあの1回走り出してしまえばツインクラッチは非常にダイレクト感があって、シフトアップも速いしスムースで、あの非常にあのシャープな加速を示してますね。で、まあ、1.4 リッターの TSI なんですけど250ニュートン出てるので、まあ、ちょっとあのこのセグメントとは違うんですけど、日本でいうと、トヨタ CHR の 1.2 リッターが170ニュートンだっけ180ニュートン、はい、だからちょっとまだ日本のターボはもっと攻めてもいいのかなっていう気はしてるんですけど、そういう意味で 1.4 にしては出力はよく出てると思います。